ゴージャス君の欲求 VS 高橋プロデューサーのカオリンゴさんの力の証明対決。いい勝負かもしれないな。皆さんにもねプレゼントかかってるからね。ちょっとこれ手に汗握る感じ。さあそこで止まっておけますか。あ、はい。料理を入れるタッパーはあれタッパーさんっていう人が開発したんだよ。どうもはじめました。ゴージャスのです私ゴージャスです。アシスタントは野球です。タッパーさん。久しぶりにへーってきたね。どれだけこの日を待ちわびたかこれ。でも身近なものだからさ。タッパーさん。そうなんだって思うね。それが何人なのかは私も知りません。こんな感じでそんな時はクラゲー。はい。さあ本当困った。呼ぶのやめてくれよ。そのためにいるんですよってね。さあ今日は一体何やるのかな。ブリフローやるよ。ブリフロー。今日もね、今日もスタッフさんなしで悲しくやっていきますかね。はい。しょうがない。しょうがない。忙しいんだもんみたいなね。忙しい。忙しい。みんな忙しい。待て待て待て。もうね茶番はやめなさい。何？はい、今回、高橋プロデューサーとカオリンゴさんにいらっしゃいました。わーって開いて、わー、2人がいた。どうもすごいお久しぶりです。いや、どうもまたお邪魔しました。いや、よろしくお願いします。またクロケさんが進化してる。そうですね、業者でこらこらこらですね。いいですか、もうお二人が来たっていうことなんでね、やっぱりね、あなたたちの頑張ってきた力をね、ちょっとね証明した方がいいんじゃないかな。おーということで、今回は、ゴージャス君と欲求 VS 高橋プロデューサーのカオリンゴさんの力の証明対決。まさに力の証明。フロンティアゲート。そうですね。いけるんですか？誰に聞いてんの今？カオリンゴさんですよ。はい。気合だけは。気合だけは。間違ってギブアップを押さないように。うわあ。昔ありましたね。そんなことありましたもんね。可愛らしいミスが。そんなありましたね。昔のやつを見てください。いや、いいですね。いなくなるっていう例だから。でもなんか二人とも久しぶりに来た感じはやっぱしませんね、やっぱね。そうです。たまに会ってますからね、私たち。先週のね、野球の店のレセプションにも来てましたね。もうみんなでご飯食べて楽しかったですね。グッチも参加するって言ったんですけど、はい、そうですよね。ちょっとよきゅうさんのお店ハマっちゃったみたいな。あれちょっと言ってんの？電話してちょっと呼び戻してもらっていい？ちょっといや私ちょっとわかりかねますけども、ブッチーさんのレセプションの時来ていただいて、うちのキャスト女の子とチェキツーショットチェキとか撮ったりして、楽しんでいただけてたんじゃないかなとは思ってます。最後メイドグルになっちゃった。ハマっちゃった。嘘ですからね。エイリムの川村隆一がね。なんかカオリンゴさんもね。そのうち働くみたいなことをね。そうなの、カオリンゴさんとイベントやりたいって言ってるの。そう、ペンダント。今日うちのお店でお買い上げいただいたネックレスをつけてくださってて。一日店長みたいなことやりたいみたいな。やろう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 。やりましょう。カオリンゴさんがうちのメイド服着て、いろいろちょっとお給料してくれるっていう。カオリンゴのメイド姿が見たいかどうかはコメントにいっぱい入れてもらったら。見たい見たい見たい。もちろんチェキも取れるように交渉しますので。いいですか？はい。力の証明対決ですよ。力の証明。ね。じゃあ最初の対決は誰にしようか、ジャス君。じゃあ。なんで黙ってる？よきゅん。食べたんですよ。食べた。よーし。ね、やっぱり高橋さんあれじゃないですか？女性二人がねいるわけですからね。俺は華やかな。カオリンゴさんだったらいけるかな。超対決。うわ。自信がないです。そうだ。もうちょっと初心者。なんでやってんだ。都会ってすげえの出した。すげえ点数出したらねびっくりですよ。よし、とりあえずじゃあ予選からいきましょう。画面は2つ。はい、行ってみましょう。こちらです。ズドン。はい。ということでこっち予選。こっち。カオリンゴさん、はい、それぞれじゃあね、パーティーを編成を見せていただいて、はい、うん、じゃあまず予選からいこうかね。はい。予選。じゃん。以前ゴー様とやった時とはちょっと変えてみようと思って。変えた。うん。抜かしたのはラバと、うん、ベスティ。ラバとベスティを外して。前確か、うん、グリフ、フレンドリーダーにしてたんですけど、グリフをこっちに入れてみて、あとキクリを入れてみました。トン。トン。こんな感じな。うん。おお。悩みどころは、短期決戦のスフィアをつけるか、でもつけたら、なんか火力出すぎていいのかなとか、あとはラバを入れた方が防御無視で火力的な問題ですごいいけるのかなと思ったんだけど、でもちょっとどうしようと思った結果のこれです。なるほど。で、ギアはかっこいいからです。まあね。必ず入ってる。そう、必ず入ってる。そう、かっこいいから、ちょっと前の時から気に入っててずっと使ってます。これ、高橋さんなんか、アドバイスあります？いや、もう、ブレフロは好きなパーティー楽しいものなので。出た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 ぞ、出たぞ。もうこれすごい、今日聞きたいことがあるんです。私、なんでこれ、パーティー変えたかっていうと、フレンドをまで言っても大丈夫ですか？これアバンさんを使おうと思ったんですけど、リーダースキルに攻撃 BB 使用時の威力がかなりアップとか、クリティカル時とスパーク時与えるダメージがかなりアップってあるじゃないですか。これはなんかパーセンテージ的にどっちが上かは分からないんですけど、他のキャラとかぶってた場合、リーダースキルと SBB はどっちが上書き対象なのか。リーダースキルとブレイブバーストたちの関係性は別なので、リーダースキルはリーダースキルで効きます。おー、すごい。これはフレンドのリーダースキルと自分のリーダースキルも両方ともちゃんと有効に機能する。そうなんですね。それはちょっと今日の朝から気になってて、じゃあこれはこれでいいんだ。一緒でもアバンはそういう意味ではクリティカル、スパーク、そして攻撃 BB 威力と、じゃあ被ってる子と一緒でも、私のさっきグリフたちと一緒でもいいってことですね。そうですね。全然問題ないです。でも勝ったな。まだ見てないから。いいかな。そしたらカオリンゴさん、はい、パーティーを見せていただいて。カオリンゴさんのパーティー。パーティーです。おお。あれ？フィーバー、もいて、次は UBB を使うタイミングで火力がかなりアップできたので、この UBB を駆使して私は行こうと思います。ギアちゃんよ、そろ真似したんじゃない？パークとかがうまく出せればって感じで、ワンターン前でどれだけ火力が出せるかがキーになってくるかなと思ったので、これでいってるんですが、ちょっと真似したっぽい。ちょっと真似したっぽいな。後出しだからな。悩むんですよね。まあちょっとね、フィーバー特徴的ですね。ラーだとすごい迷ったんですけど、まあでもそれも自分の自由なので、思うキャラを使うっていうのが大事ですよね。フィーバーの方がなんか使いやすいかな。使いやすかったんです。自分でそう感じるんだったらそれがいいです。なるほど。正宗はつけました？正宗好きすぎだろ。正宗一択、郷様は。正宗で全員正宗つけろ。短期決戦でね、ズガーってやっちゃう。まあでもそれもこのクエストに関しては有効ですよね。短期決戦、ランタンアップっていうのは有効です。今日もギア UBB。そう、ギアが一番かっこいいから。本当に。それいいですよ。かっこいいからとか可愛いからとかで入れればいいって。ブシュって出てるからいろいろ。能力の構成比だけでリズムで考えても世の中つまんないじゃないですか。まあ高橋さん、そうやって好きな人はね、やっていただいて、突き詰めたい人はきっとあるんですよね。そう、持ってねえからな、俺はな、それな。持ってねえ時は何にも言えねえな。ギア持ってねえんだもんね。そういうこともあるわけでね。ちょっとね、言いますとですね、あ、これなんか。最高評価ポイント。本当だ。これがですね、ちょっとね、欲求心が今のところね。りんごさんはすでに130万超えてるんですよ。これはでも運だなと思いました。運なんですか？うまくいった破壊が。うまくいきました。それがこのパーティーでうまくいったんです。でも欲求運はこの時はもう何も知らずにやったんだよね。この一発勝負の時の1回です。これね、家で帰ってやっちゃダメって言われたから、その130万超える時には動画内でやれって言われてるから。だから5まで、これ6ターンですっけ、でここまでやってギブアップをするという日々でした。だから店のことやりつつ、店のことやりつつだったからまたね楽しいなって思いながら、でこれクリアしたらダメだからギブアップって言って、いやこれもうだから今日はもう130万超えて、スフィア報酬一覧の一番上をもらうのがまず今日頑張ろうと思って。そうですね、結構強力なスフィアですんで200万出ちゃうんじゃないかな。まあなんだろうな、やっぱりエリムの方ね、あいつの方と戦うわけですから、こっちもなんかね、別になんだろう、別に買っちゃったらなんか、買っちゃったんですな。タオリオさん開発の方じゃないんですか。候補の方ね。一ユーザーとしてね、買っちゃったんだなと思ったらなんかおめでとうみたいな感じのなんかね、バーってもらえると、みんな見てる人もね、嬉しいなって。いつものやつだね。いつも買わないね。何ですかな、力の証明っていうぐらいなんでね、ちょっと力が増えるような。ああ、いいですね。やっぱだからあるとパクパクパク100体パク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 よりアルトの方が強いです。グレーを下げてグレーを下げていやパクパクの方がねボックス圧迫使用する感じで100体。アルトアルトいきますか。僕ら2人が両方負けるようなことがあったら3体。おお。それでまずはこの戦いで1体かけて。そうですね、1体かけましょう。連勝されちゃったら3体。はい。勝ったらもうアルトンいただいてユーザーさんにぜひプレゼントしましょう。よし。とりあえず。緊張してきちゃった。うん。あまりにも前置きが長いから。やばいやつな一番。割と普通に0体ありますからね。カルヨさんこれちょっとカルヨさん負けた日にはちょっと1日バイト。ただで。おお。罰ゲーム。超頑張る私。高橋さんの肩が降りないとダメよそんなの。で高橋さんダメですか？別にいいんじゃないですか。じゃあカオリンを1日店長で作ってもいいですか？でその日はうちは有給になりますんで。有給でやったじゃないですか。有給。絶対勝つ。よーし。超頑張る。プレフロ箸休め劇場。エロイムエサイムエロイムエサイム尊官様あれブレフロもやらないで何やってるんですか。火力が出なくて勝てないのは多分不具合のせいだからさ。だから昨日の夜からずっと運営のエルムに苦情のメールを送ってるんだよ。ちょっとダメ召喚者もそれ犯罪ですから。ダメだって強いスフィアが手に入らないんだからしょうがないじゃないか。そんなあなたに朗報です。なんだってこの秋登場するスクエア・エニックスさんの新作アプリ「ファイナルファンタジーブレイブエクスビアス」。事前登録した人が30万人を突破すると、なんとブレフロで使えるスフィアアルテマウェポンがもらえるよ。家族や友達をどんどん誘ってみんなでゲットしよう。詳しくはブレフロの公式ホームページをチェック。なるほど、アルテマウェポンがあれば全ての試練が楽勝だね。みんなも事前登録よろしくね。実はこれ、ブレフロを作っているエーリムさんが開発してるんですよ。なんだって。だから高橋さんもう正気を抜かれたようにげっそりしてたんだ。FF が好きな人もブレフロ始めてね。いやー困ったなー、ブレフローまた最強を極めちゃうぞ。フルパワーそんなことだったんだ。よしできたね。さあフレンドも決まりまして、よし大丈夫ですか。フレンドよきゅんがハバンミササギさんの、ミササギさんの名前出したと思う。とにかくミササギさんを使えば間違いないと思ってる。ミササギさんは絶対なの私の中で。カオリンゴさんがグリフ。これはないかもしれないですね。これはあれですね、クリティカルがどれぐらい出るかっていうのに依存する。そうなんですよね。なので結構テクがしつこい。そうなんです。高橋さんロアにしろって言ってるのにそれを押し切って。グリフ基本人の言うこと聞かないね。よしそれでは行きましょうか。はい、じゃあせーのでいきます。はい、せーの挑戦する。さあわあ緊張してきた。いってらっしゃい。よし面白いですね。さあ来ました。どうなるかな。よしよし。ではオートはありなんですか。あ、ルールとしてありです。じゃあ自由っていうことです。よし行きましょう。サクサク行きましょう。よし。そうなんですね。探り合うんですよね、高橋さんね。すぐ行かない。すぐ行かないですね。早く押せよっていう。様子見る。何してんですかこれ。様子を見る。様子を見る。はい、しなさいよ。そういうの意味ないですよ。どうしようどうしよう。早く行きなさい。早く行きなさい。行っていい？りんごちゃん行きなさい。りんごちゃん。さあ、かおりんごさんが先に先生。おお。ワンターンでいかないですね。ちょっと手数が足りないんですか。手数が足りなかった。お、余興は。ガード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 。これは。ガード戦術。どうしてですか、高橋さん、これは。これはどういうことですかね。俺はもうやる気ないのか。何をこう狙ってらっしゃるんですか。何をやってるんだ、これ。溜まってるんですか、何か。溜まってるね。ちょっとだけ溜まってる。ちょっとだね、これね。失敗しました。お、かおりんごさんが失敗した。でも抜けた、かおりんごさん、まず。お、溜まってる。まだ溜まるのか、まだまだ溜めるのか、これは。これターン合わせていくんですか。あ、いやもういいですよ。うん。進めちゃってんじゃないですか。溜まっている。緊張してきた。これは。これヨキュンさんのあれですね。早いターンで倒すボーナスを無視した。うん。それ以上にもっと恩恵がある。なるほど。マルチキルですか。まあ一人ですからね。マルチキルです。どこにマルチすればいいですか。一体だったからね、今びっくりしてる。さあ、前回に溜まりました。なるほどね。2ターン目でオーバードライブをしていく作戦。そうです。まあまあそれも攻略法であるやつですからね。あら。僕は長いの嫌いなんですよね。私も全部っぱでやってます。母さんに嫌われる戦い方ですよこれは。いや、私はどうしてもうちの店でかおりんごさんをバイトさせたい。マジですね。こき使いたい、こき使いたい。絶対可愛いもん。さあ、かおりんごさんはどんどん進んで3フロア目かな。これ全部殴ればよかったのか。さあ、1ポイント。これ朝やった時たまらなかったんですよ。私。かおりんごさんね、たまってますね、もう。さあ、一番最初のステージ5万ぐらいしか取れないですからね。さあ、オッケー。どうする。お、かおりんごさんもサクサクですね。割とまあそこそこですね。ぶっぱですね。さあ、よきやんがオーバードライバー。2人とも全然やり方が違うから面白いですね。なんか堅実ですよね。しばしばしてます。どうしたどうした。殺したくなかったの。ギリギリ大丈夫ですね。おっと、おお。何この火力。アバンが効いてるんですよ。アバンのリーダースキルが激しいので普段よりちょっと強い。ちゃんと考えられた。これ行った方がいいよね、もう。IT 野球だ。危ないもんね。IT 野球、IT ブロフロ、IT ブロフロ。待って、これもう一ターン。行くか。さあ、もうこれオーバードライブ。行きます。おお。間違えた。アバンからだった。王道かもしれないですね、私は。そうですね。使いどころとしては。はい。まあポピュラーな。さあ、余球が。これもいい具合に削れたと思います。おお。SBB が発動できなかった。あれ。かおりんごさんがぶつくさぶつくさなんか言ってますけども。カフカ外しましたね。はい。カフカ。そこはだからオートなんですよね。弱いですよ、かおりんごさん負けちゃうと。さあ、あでも肩働きですよ。そこそこ行きました。本当ですか。たくさん行くまで取れないか。余球が慎重に。いや、私絶対勝ちますから今日。出た。絶対にかおりんごさんにメイドやってもらいますから。これいい勝負かもしれないな。皆さんにもねプレゼントかかってるからね。ちょっとこれ手に汗握る感じ。さあそこで止まっておけますか。あ、はい。お、かおりんごさん終わりました。114万点で、あとボーナスです。ちょっとそこで待ちましょうか。カフかの SBB 出なかったのかしら。さあ投球止めた。危なかった。ノキュンさんのミリミリいく戦術とカオリゴさんの一旦でぶっ通していく戦術をどっちが最終的にね良かったのかっていう話になるんで、これもそうですね。答えがありますね。力の出し方も人それぞれですね。そんなで最初からぶっ放していくのか、力をためてドーンとやるのか。殴れるかこれ。いけるかちょっと。楽しい違いですね。面白いですね。あと属性の不利なところから殴っていった方が調整聞きやすそうじゃない？ちまちまいきますな。あールビーいけるかないけるかない、やめるか、怖いから、私絶対勝ちたいから。間違ってギブアップだけはおーし間違わないようにする。さあそしてここで次に、ダブルでこれでいきます。ギリギリまで調整してますね。すごいな。うわすごい。これでもすごくうまくいった調整が。うわ若干同じチームの私も引いているなんだこの戦い方は。真面目かっつってじゃあ私本当に今日130万出すのを本当に楽しみにしてたの。そうだよね、うん、絶対スピア取るんだもん。すごいクリスタルも結構出ますね。さあおお、あいい勝負なんじゃないかな。あちょっと余計さの多い、うん、多いです。アタックもすごい出てるのでここまでは余計さ有利かもしれない。ただここら辺はすべてカットしますので。はい。本当ちょっとマジで私ガチで調整したいんでカットしてください。最後、皆さん編集されたものを見ると思います。いけそう。高橋さんはもうバンバンやっちゃう派ですか？はい、僕も速攻で。へえ。速攻で。でもじゃあ。俺らの時はどっちが早く倒せるかにしましょうよ。スピード勝負。1分以内ぐらいで終わると思う。嘘。オートですしね。オート。なんならオートです。ジャス君もねぶっ放すもんね。ぶっ放しますね僕ね。大丈夫かな、いけるかな。ブンブン丸って言われてますからね。そんな言われてたっけ？聞いたことない。言われてたそんな。そんなことね。余計は調整しますね。調整するな。最初このやり方でした。そうこれ。そうなんですか。点数出しやすい。すごい。最初はこれなのにこのやり方なのにどうしてやらなくなった。もう行っちゃおうと。うわすごい。売り上げを調整するかのごとく。ね。平日と土日の売り上げを調整する。売り上げは調整できないんですよ。これ今2ターン目だったっけ？お店ディスり激しいね。2ターン目。お店もう2ターン目ですか今。ぶっ放しちゃうよ。してないですけど。平日にイベントやれば売り上げ上がるって調整して土日とこれ。やりましょう。もう。やりましょう。スマートフォンゲームのユーザーが。さあここで一気に抜ける。お待たせしてすみません。いやいいですよ。オーバードライブも光ってますよ。たまった。だいぶいったです。出ますね。さあ次が5バトル目これ鬼神ですね。鬼神。ここが絶対に一番重要なとこです。重要なところ。はい、一番緊張していきます。うまい具合にまた2ターン目で使ったオーバードライブもね、たまりましたから。2発目がいけるってことですね。それはちょっと大きいですね。ここでもうかつに打つとね、1体2体死んじゃうんですよ。そうなんですよ。だからちょっとずつ。素晴らしいですね。すごい。なんだろう。鬼神の色も月火水木金曜日に見えますねこれね。ちょっと何でもお店で例えるんじゃないよ。売り上げを調節して。大丈夫。月曜日何色なの？月曜日はごめん。皆さんでお確かめください。さあ。水が一番やばい。水を倒さないように。IT ブレイク。よっしゃ。これか怖いな。グリフって死なないよねまさか。打っちゃおう。すごいですね。カオリンゴさんのパーティーはずっと待ってますね。すいません。あ、大丈夫だ。大丈夫だ。電池がどんどんなくなってる。あ、電池がなくなって、ケーキ負けるってこと。これは負ける可能性ありますね。電池ギブアップ。ダメでしょ、電池ギブアップは。さあ、ちまちまいきますな。すいません。本当にここが一番重要なんです。重要なんですよね。人生の中で。ここで2発目いくんですかね。もしくはもうミリミリ防御して電池戦術で香りを電池切れによる濃厚からやりますね。その UBB が一番痛いですね。それがね。ちょっとそんななくなっちゃいますかね。多分。さあ光も間違えた。え？しまった！オーバードライブ忘れてた。あ、大丈夫です、大丈夫です。まあでも大丈夫です。全然大丈夫です。いや、ちょっとこれこれオーバードライブ違うね。今2ターンに3ターンキルできないんですこれで。あ、そっか。1ターン奥行っちゃう。いや大丈夫大丈夫。いやでも3ターンキルに失敗したんです。3ターンキルボーナスがいらない。これ結構勝負。これ結構あれかも。でもこのままオーバードライブしてどうにかします。うん。はもうしないとならないですからね。大丈夫大丈夫。で、ちょっと殴って貯める。貯める。やっぱちょっと大きく変わってくるんですか、高橋。これだいぶ変わりますよね。変わりますね。まあ数万点っていうレベルの違いではありますけど。まあ惜しいですよね、その数万点。これ貯まるかな。まあ、最終結果でそういう差がついた場合はね。たまった。たまった。たまった。すごく失敗した。イメートルしてたのに。大丈夫大丈夫。これが私の一番いけないところです。よし、それが。逆に可愛いところじゃない。え、違うの。爪が甘いの、私の人生。人生論になってきた。お店も一緒だね。お店も一緒。お店に。いや、私これね、70万ぐらい行く予定だったんですよ、ここで。ああ、はい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 。やっちまった。結構行くんじゃないですか。60万点ぐらいは行くんじゃない。あ、行かなかった。ちょっとここは。これはやってしまった。すごい僅差かもしれないですね。マジっすか。さあ最後ぶっ放すしかないもん。失敗しちゃいました。今5万点差ぐらいですからね。クリア時間の差はものすごいですね。あ、もうすごいショック。やってしまった。やってしまった。これはカオリンゴさんがギブアップをした時と同じぐらいのショックですよ。これはあの時でもバッテリーあと20分で。あれやばいやばいやばい。刻一刻と、おし。時間かける。さあ、オッケー。さあ、じゃあ、あ、でもわずかにこの時点では一斉に押しましょう。せーの、パチッとな。さてどうなる？さあ、大丈夫大丈夫。よきゅう、目を開いて。さあ、加点。お、130超えた！ 130！ おー！ 130！ なんだかんだで勝った！ ギリギリの勝負でしたね。だって2万7000点差？ うん。すげえ！いやー、台本通りに来ましたね。筋書きはないですよ！ 130 万超えた！ でもさっきのミスがなければ、それぐらい言ってた？あと15万。15万は加算されてました。私練習でやった時は、あそこの岸のところは最高の71回出してるんですよ。すごい。ということはよきゃん、これで報酬が来た。やった。よきゃん、もうギブアップしなくていいんだ。やった。ということでユーザーさんにアルトンもプレゼント。やったー。そしてカオリンゴさんの1日バイト。いや冗談。冗談じゃないですよ。デリムさんから派遣が。冗談ですよ。冗談に決まってるじゃない。高橋さんにもう一回確認してください。そうだ。そうか、ごめんなさい。ちょっと高橋さん本気にしちゃった私。すみません。ね、本当にやっちゃダメですか。でもやればいいんじゃないですか。やったー。評価出た。ねえ、じゃあ後ほど大人同士の話し合いで、会社とは関わりのないね、個人的な活動だったんですね。オッケー出た。我々が口を挟むものではない。続きまして、私と高橋さんによるスピーディー対決で、どっちが早く倒せるかな。5バトル目でどれだけマルチキルするか調節して、今日は僕のね